お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はね8000に行きたいと思います。というわけであと1勝ですね。ここ勝てば多分ですけど、運悪ければ28とかあるんですけど、まあ、基本的には30もらえるので、まあ、8000行きなので行こうかなと思います。でシーズン最高はこれ見てもらえれば分かるんですけど、8000リーチ結構何回も行ったんですよね。もうマジで7、8回ぐらい今回逃してるかなっていう印象がありますね。なんか毎回この8000行くとき動画撮ろうとしてるんですけど、毎回こう勝てなくてボツボツっていう感じで、今日は動画全然上げれてないんですけど、なんでね遅くなってますといったところで、ラバルでやります。あのウルトラチンパンゴリ押しランバーユのラムライダーインドラデッキの神器デッキ使ってたんですけど、上がんないっすね。っていうかなんかスケドラ多すぎて、こうそれによってファイブ入りのこうテスラクロスだったりだとか、まあなんかこう、まあ、メタ系が変わってきたんですよね。また環境が一周回って、でスパーキーとかもめっちゃ増えてきて、まあ、そこ辺がやっぱ苦しいっていうのがあって、クロスとスパーキーが嫌なので変えましたね。でいろいろ、まあ、三種とかロイとか、まあ、スクラとか、まあ、いろいろ使いましたけど、まあどれもあんま変わんないですね。なんかどれもぼちぼちって感じなんですけど、まあ、ラバルが結構環境にやっぱいい印象がありますね。てか、まあ相性いいデッキが多いかなと思いました。なので、ヤナムズアップですね、この方は。スケドラをヤナムズアップでまあ処理できるのと、またロケホンも多いんで、ロケホンにヤナムパーンって言ってるのがまあいいかなと、インドラが活躍するという感じで、なので環境のデッキが来てくれると、僕としてはすごいこれもね、パパッと8000いけるんじゃないかなと、思いますが、ここで本当に勝てないとマジでしんどいですね。もう10時40分夜。本当にこの動画昼ぐらいに上げようとしたんですけど、で今日動画、全然8000いけねえじゃんってなっちゃいましたね。さあ、よろしく。いや、この人あれだな。ファルチバルーンだった気がするな。ファルチバルーンだったら罪っすからね、マジで。いや、でもファルチバルーンな気がするんですよね。マジで。違うかな、まあ、違うことを祈りたいが、ザップ使った。よし。ラバ展開します。で、一応ファルチ警戒でラバ内側から行きますね。外に出すと、あ、全然違う。ザップ欲しい。ディガーコウモリ？なんだこれ。ディガーコウモリってなんすかね。あ、ラバだ。これインドラだ。ん？そうだ。これ、ヤナーム5のラバですね。ワンチャンあるぞ。これだって1個落とせるでしょ、一旦1個落とせて。いや、でけえ。ラバル対決っすね。で、相手ヤナーメファイボなので、あ、全然違う。ペッカちゃん来た。ペッカトン。これ、縦線いるか。オッケー、インドラがね、こうスケドラの竹取ってるんで、あー、キャー、ナイス。これ、ヤナーメでいいんじゃない？オッケー、ペッカ、スケドラ、なんだこれ、ディガー、コウモリ。待ってよ、ペッカ、スケドラ、ディガー、コウモリ、ザップ。今5枚か ?5 枚しか出てない？ペッカバルーンか。ペッカバルーンだ、これ。っていうところで、ファイボーは来てない。ヤナメザップですね。ヤナメザップなので、いや、これ、ちょっと、悪臭か？いや、マジで、これ勝てば、あ、待って、しかも待って、違う、さては気づいた、俺。これ、29もらえない事件がある。うわ、待って、うわ、萎えた、もう萎えた。叩く瞬間にも萎えましたね。これ勝っても多分8000いけないっすね。気づいちゃいましたね。最悪だ。気づきたくないことに気づいちゃった。まあ、ですが、まあ、勝てるなら、それに越したことはないんですけど。で、まあ、ヤナメがあるんで、ちょっと嫌ですね。うわ、やべえ。だんだん追いつかれてきそうっすね、ちょっと。ああ、いいよ。バルーン一発？もう一発ワンチャン？ヤナメ強え。さ、ですが、全然ある。で、逆サイバルーンも無視していい。で、インド。ああ、いや、まあ、いっか。組んじゃって。よし。からの、ザップ？うわー、入んねえ。やべえ、サッターやべえ。こう真ん中バルーン来て、ワンバンされる。うわ、出た。必殺タゲ取り。まあまあ、一発。
やば。やべやべ、終わる終わる。こんなんもだって、え、相手でお互いこれ速さ対決きた。あぶねえ、グッドゲーム、追いつかれてた。危ないですね、危ないですが、8000には届かない。まあ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 、そう簡単にね、8000には行かせない。あとでも次勝てばさすがに8000なんでね、7996、これでもういけないわ。マジ悩ますね、これでいけないわ。悩る、お願いお願い。神相性来て、神相性なんだろうね、あのウォールブレイカーとかかな、ウッドザップというかポイズンウッドのめっちゃ昔の、まあボムタワーウォールブレイカーとかかな。ヤナアメデッキがめっちゃ増えてますね。今のペッカバルーンもヤナアメですし、僕のラバルもヤナアメ、あとゴレクローンのヤナアメ、なんかもうすごいっすね。ジャイのサンスベのヤナアメ入りとか、なんかヤナアメが、まあ、ロケン砲が多分多いからだと思うんですけど、ヤナアメ環境がちょっと来ちゃってますね。いやー、やめてくれ。スパーキーにもヤナアメ入ってますね。そう、とりあえずヤナアメみたいなところになってますが、さあお願い。神相性。もうね、祈ることしかできないですね。本当にここまで来ると、結構ね、もっと高回転のデッキとかだったら、こう PS でひっくり返すとかあるかもしれないですけど、こう重量級になればなるほど、相性に左右されやすくは多分なってくると思うので、若干ではありますがね。うお、取る、たっけー。これ26の人だ。え、めっちゃ高いじゃん。さっき当たってよ。いや、でもこれ、ラバ展開、ラバルディガー組んじゃえばいけると思うんですけど、大砲ですね。大砲2周で、キング起動されちゃいそうですね。てか、やべえ、サイクルが惜しいな。もってね。もうちょっといいサイクルだったら最高だったの。ここで本当はラバ展開できたら神でしたね。まあ、できないが、まあ、ラバ展開しちゃいます。いやー、ヤナアメザップ。いや、ディガーね、このラバカスっすね、マジで。マジで。餌ですね。まあまあまあ。そんぐらいはしょうがないか。で、これスケドラにファイボー打つよね。打たない。あ、避けた。え？めっちゃ優秀じゃん。あー、それはうまいですね。で、回転が早いんだよな。いや、このバルーン良くねえかな。大砲だけど終わっちゃうのか。まあまあ。まあまあまあ、あれ意外と、ああ、めっちゃいい大砲。ザップ打たない。打ってよかったかな。まあまあまあ。ラバル組んで、ディガー。サイクルがやべえ。今ザップ打ってよかったかな、マジで。サイクルがやばい。まあまあ、ホグ抑えたんで、こっからですね、ここででも僕は多分1個折れるんですけど、相手も1個普通で折れる。で僕1個折れないかな、もしかしたら。相手の本2個ガチで取りに来られると、ちょっとよろしくないですね。いや、でも相手1個捨てるな。まあ、2-1で勝つか、1-1で勝つか。うんうん。とりあえずラバインド組んで、バルーンつけちゃって。ヤザップ、ヤザ、ヤザで、スケ、インドラ、インドラ全然入んねえやんけお前。さあ来ますね。まあ、高めラバからの。これ4個装具だな。耐えろ、耐えた。お、来たくね、間に合わない。うおえー、グッドゲーム来た。ナイス、危な。これはね、でっかいですよ。なんと8000到達しました。バチ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 来た。やっとやっと動画出せるわ。本当に。すっごいここに来るまで苦労しましたね。ラバルで、はい、8000到達と言ったところですね。
さあ、ちょっとね、いろんなね、リプレイがあるんですよ。もう、たまりまくってますね。めっちゃラバル使ってる。けど、なんか、ロイとか、あれ？俺の履歴めっちゃ消えてる。スパーキーとか三重石とか、スケロとかいろいろ使ったんですけど、ほぼ履歴ないですね。あ、ここだ。これ見て。8000リーチとかで、全然勝てないね。試合が何回もありましたね。てか、矢波が結構そう。矢波みたいな感じの試合がちょっと多めだったんですが、なんかね、いい試合あれば、だから枯渇にね、あんま勝てないですね。で、この箱インフェに。箱インフェ型にはなんか結構苦労しましたね。まあそんな感じかな。まあ、あと普通の枯渇ちゃんは、意外と相性がいい。てかなんか、こう、なんだろう、敵にもよるんですけど、ラバを出さない方がいい時がありますね。高回転のインドラの相手とか。インドラのメガナイトスケバルとかあるじゃないですか。ああいう相手に対してラバを出すと、もうその瞬間逆サイ攻められて、ラバ美味しくインドラで焼かれてみたいな感じになるんですよね。そう、それに対してラバを出さずに、もうユニット受けから行って、守ったカウンターで、スケドラとかインドで守ったカウンターで、前にバルーンつけて、ヤナメザップ構えるだけみたいな感じで、相手によって、もうラバを出さないとか、そういうのが意外とこう大事な感じがありましたね、といったところで、あ、なんか、いい感じのリプレイが、ない。欲しいですが、なんかすごいのに勝ったっていうのがないですね。こかっちゃん？この辺なんかいろいろ使ってますが、いや、結構負けてるんですよね。え？待って、なんか良さげなリプレイねえから、一試合行っちゃうか。一試合行っちゃいます。一試合行って、これで勝って、8-1リーチ万歳ぐらいでね、行きたいなと思います。熱い。熱い。いや、もうでかい。もう満足ですね。8000来たんで。8000負けたんで、ここ、勝てようが負けようがね。もう何でもいい。まあでも勝ちたいですがね。シーズンあと、まあ1日もないんですね。明日の、夕方5時か。夕方5時に終わるので、計算できないんですけど、まあ12時間と5時間、6時間、7時間ぐらい。まあ20時間ないぐらいですかね。はい。20時間もねえな。18ぐらいか。いやー、トラゲーしたいですね。どこまでいけるかな。ちょっとデッキが定まりきらないですね。今、ラバルでやってますけど、ちょっと前まで神器使ってましたし、まあでもラバルか、30しかな、個人的にはなんか、使いやすいというか、クロスが多くなってきてる感じがして、スパーキーと、まあ、クロスに対して勝てますね、スパー、三重石は。今の環境のやつは。なんなら相性今だりますね。なんか、昔は三重石、クロスにマジで無理みたいな感じだったんですけど、まあ、今ではね、まあ、デッキの方もいろいろありますけど、クロスに勝てて、悩みますね、マジでデッキ、最後。まあ、変えまくると思いますね。多分3つぐらい。3つじゃ収まらんかな。どうせ5個ぐらいで、これ使ってて、何か使ってて、ああ、負けたらデッキ変えてを繰り返すと思いますね。ハートちゃん。よろしく。この人あれだ。今日やったジャイ、そう。ジャイなんだけど、インドラリリーだったかな。なんか、このサイクル良くないですね。キッズジャイしてかったな。なんか、でもエレキはないんですよね。うん。これも蓋しちゃって、インドで焼きたいですね。オッケー、インドで焼けたらもう何でもいい。うわ、なんかめっちゃいい棒されてる。で、こうやってファイブくんのか。くんな、くんな、くんな。やべえ。あぶねえ、行って、めっちゃ入るじゃん。これ、やべえよ。インドファイブザップなんですよね。インドハンターのファイブザップか。なるほどね。いや、いけるぞ。あと、ウッドバットと思いますね。まあ。いや、勝ちてえな。今日一回やって勝ったんですけど、このデッキで、奇跡までありましたね。普通に、インドハンターのファイブザップなんで、まあ、ここ一旦無視ですね。まあ、逆サイ組んで、いや、でもガチボーイから組まれると嫌だけど、ケツジャイと、これコスト全く一緒だから、今これで、かぶれ。かぶらない、ケツインドからかな。ケツインドからの、ファイボー防衛プラスかな。ハンターをどこに裂いてくるかですね、相手が。これ。うわ、やべえよ。ザップがねえ。え？って待って、タギゴ。タギゴ。あ、これファイボーか。ファイボー。ファイボー使わない。
これでハンター？ハンター使え、ファイボー。ハンター使わねえな、全然。今ので、使わしたかったんですけどね。最悪だ、ディガー削りはエッチーっすね、マジ。いや、で、ザップ使うと、やべえんだよな、マジ。さて、やばい。サイクルが、ペースがやばいぞ。ワンパンしたいですね、まだ。いや、ハンターずる。ちょっと待って、ハンター鬼ずるいんだけど。これやべ。耐える。いや、耐える。いや、でかい。いや、ワンチャンあるんじゃない？気持ち的ね。無理です。うん、無理です。これはね、無理です。一回勝ったらマジ奇跡ですね。どうやって勝ったのかわかんないですもん。リプレイワンチャンないかな。ザップ？来ない。さあ。いやー、いい縦線だな、それは。いや、だ、ワンチャン？ワンチャンも、ツーチャンもない。いやー、これ、あれだな、ワンチャンでもありそうなこともあったんだけど、初手ジャイに初手ラバー合わせて、まあ、後ろインドで焼いて、多分俺のラバーもインドで焼かれるんで、まあ、お互いノーダメぐらいで1ターン目を終えることができましたね。うん、それにラバーなかったらドンマイっす。はい。というわけで、まあ、8000一旦行ったんでね、まだ、まあ、こっからもっと上げたいですが、とりあえずね、今日はこんなところで終わろうかなと思います。ねえかな？なんか一回勝ったんだよな。リプレイ消えてるかな？あ、これだ！これ！同じ名前の人。これっすね。まあ、多分勝てないと思いますけどね。100回やったら3回ぐらい運が良かったら勝てるみたいな感じかなと思います。というわけで、ラバルはね、皆さんぜひ使ってみてください！というわけで、お疲れちゃんでした。バイバイ。